第37刑法戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直央です。そして解説は引き続き A1 リーグ勝俣健二が務めます。勝俣プロよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それでは対局へと参りましょう。法王戦 A2 リーグ第3節4回戦東海2回です。立ち合いに藤原貴弘の合図によって4回戦開始しました。ちいちゃから一つい、なんちゃにわくつ、しゃーちゃにうおたに、ぺーちゃにダンプの並びです。抜け番は今回古橋となっております。4回戦残す、あとは1回戦です。さあ今回抜け番古橋となりました。先ほどねプラスになったわけですが、はい、抜け番ということで勝俣さんはそういうの気にされます？このあんまりないですかね、はい、でも連続でやりたいです。じゃあできれば1回戦の抜け番だったり5回戦目の抜け番だったりいいです、ね、はい、これを人それぞれ分かれますよね。あんまここに打ち好きじゃないんですよ。なんでですか？なんか僕は、はい、なんか麻雀の体力はすごいあるんで、あのガンガンいっぱいやって、みんなが疲れてくるのとチャンスじゃないですか。確かに。っていう小さい感じなんですけどね。一回休憩挟んじゃうことで。そうです、そうです、はい、やっぱレジェンド世代とかめっちゃ強いですけど、はい、やっぱりね体力的には僕ら若手の方が有利な部分だから、はい、もう休憩は1分で、はい、済ましてくれよと。1日に20半ちゃんぐらいやればやばい、もう絶対体力持たないです。ローソーのポンから入りました。一つ岩はソーズの本一、ドンペーシャート、手の内で統一のドライチです。ドライチあるんでね、はい、ダブトンで決まらないで、はい、シャーペーで決まっても、うん、あの7700なんで、うん、打点は十分ですよね。そうですね。シャーは場に1枚切れです。でもこういうねウーマン引っ張ってチーマンとか打つのはいいですよ。ほうほう、ちょっとでもクイタンに見えてくれた方が、このペイがね引き出せたのが大きいです、はい、まあ、ここまで来ちゃうともうトーンはきついですけど、はい、あのテンパイできたんで、あとはツモに期待して、そうですね、あとね超勝負手の人からは出てきますから、はい、もう一ドライチです。トーンを積もれば4000オール。しかもあのトイトイもちょっと警戒しなきゃいけないんで、ターチャーは楽じゃないですよ。これソーズの本一の可能性高いですけど、かといってピンズ9ピンしか切ってないじゃないですか、はい、こう3ピンとか数ピンとかでトイトイとか言われる可能性もあるんで、簡単には切れないですよね。そうですね、はい、ワクスさん小さくしましたね。そうなんです。まあローソーポンなんでね、ドラドラで嘘落ちしてテンパイ、そうか、勝負手だからか。あ、イーシャンテンです。はい、ドラドラタイヤをいいシャンテン。いやでもこれチーソー勝負して、リャンウーソーのドラじゃない方のウーソーチーはちょっと怪しいですよね。ワクツがドラドラ、あでチュンも切った。もうこれドラアンコまで見ます。はい、ドラアンコまで見ます。じゃあ一つ井さんのドラは統一とかではない、なさそうって僕だったら思うので、あのやっぱりそうなるとトイトイが怖くなってきますよね、はいはい。ダブトンは絶対打てないですね。トンシャー待ちです。トンは魚谷の元に1枚、他はシャーが1枚切れで山には1枚ずつ。ワクさんは打つんでしょうね、テンション的にも。ワクツはいいシャンテン。こうなると両者が受けるか。ワクツさんからしてもね、上茶が一つ井さんで出てくるでしょうっていう地位したら絞られないですよねっていうのもありますよね。うわむずい。パーピン切りますか。高め取り、高め取りのパワーピンリアンソー。上がりやすさはね、パワーピン切って感知一品に受けといた方が、はい、この後もう一回ウーピン持ってきてスッチーピンとかなるかもしれないですしね。三山です。ローピン持ってきてサブローピンリアンソーとかもありましたけどね、ああいろんな手代わりが、ああもう迷うけどローピン統一落とし変わらず。勝負どこ。トンとシャーは1枚ずつ。そうですね。リャンソーと三山です。パーピンはリャンソー1枚とパーピン2枚。はい、もう3対2。どっち勝ってもおかしくない、見届けましょう。親番の一つい、ワクツさんはトンだけはやめるかもしれないですよ。積もったんですか。違いました。ペイドカン眠っていたのはチーピン。うわー、カンチーピンなら、この後強くいけない。トンはやめそうですね。一つ井さんもリャンソーだけはやめるかもしれないですよ。うん、ほうほう、ドラですか。ワクツさんがまあそうですよね。こんだけ押してるってことは。
やめれないか、ひとついさんは。裾を切っていく。親番だし。はい。二人の勝負、決着つくでしょうか。2対2になってますね。2-2。あ、テンパ入った。上がるんじゃないの。ブーピンの方にします。サブローピン待ち。わあ、でもね、パーピンしっかり止めた感じですよね。はい、3人転敗。大谷現状大嫌いな1人の転中。サブローピン結構いるんじゃないですか。残ってそうですけどね。1、2、3、4、5、3山。ありがとうございます。3対2対2。だ、あとは1回ずつ1回ずつ。どうかな。うわ、ダメか、もう無理。無理、絶対無理。うー、ダンプが降りに回る。ドラをキャッチ。一つ岩大丈夫だったわ。靴が最後どうか。あ、これはあ、確実にテンパイルを取り行くならつもぎりって感じですね。はい、あ、そうだ、缶入ってたんですね。すいません、ペイの缶が入ってました。一つ岩は靴の2人テンパイで流局です。山に残ってたんですけどね、決着はつかず。ダンプもドラはね、やってないですね。いや、もう何点って言われるか分かんないです。無謀すぎます。当局は一本場ドラガロピンです。いや、でも和久さんすごい推しでしたね。はい、チュンがね、もう相当危ないとこでしたけどね。いや、でも一つ井さんね、ペー引き出せたとこまでは良くて、はい、でその後はね、みんな降りてくれて最悪一人転敗っていう構想だったと思うんですけどね。あまりにも和久さんが来ましたね。うん、まあでもポジティブに掴まなくてよかったとしますか。はいはい、レンチャンはレンチャンです。掴んでも切っちゃいますもんね。うん、まあ、リアンスは分かんないけど、パーピーは絶対切っちゃいますからね。はい、トラ引き一つい、ハクガトイツ、和靴は一メンツ、7、8、9などが見えますが、ここは中チャンパイの数ピンからチャンタなども見ています。さあ、トラ引きはウォータニピンズが後継に変化。ダンプ、うん、チュンアンコですか。本一まで行くか。マンズの本一まで行きたいですね。はい、レッツゴーしたいところ。阿久津さんはちゃんたけ。はい、三色もつけば、ま、泣きだぞ。白のポン1枚目からです。積極的に泣きを入れていきます。そうですね、うん、ちょっとね、具形もあるんで仕掛けといて、はい、地位も使っていきたいっていうとこですよね。はい、下茶は仕掛けを入れた親番。一つい両面に変化です。三色もある。ここはスーピーの方から。さあ、どうでしょう。ドラ1、さあ選択。まあ3色のいい版欲しいですからね。ウッパッソーより気持ちリアンソーの方がいい気もしなくはないけど、パソが1枚切れ、まあ、大して変わんないか。ならば3色の方を見ての数層3層切り。大谷さん、いいシャンテン、ちゃんとができます。うわー、伸びてる。ダンプが行きますよ。これダンプは E マン9万はね、ポンして本一行きたいでしょうね。はい、そうですね、はい、テンパイは取らなそうです。あ、ワクスさんも3色いつの間にか完成している。えへへ、もういいシャンテンなんですね。あ、テンパイ取らず。もしさっきダンプさんいいシャンテンでチーピンとか出たらチーとかするんですかね。いや、最終形が弱いんでね。なんかそんなに、それだったら本一行った方がいい気もしますよね。うんうんうん、いいシャンテン中ダンプ。さあ、両面チーでテンパイです。パッソー、まずは一つがテンパイ。パッソーはそこそこ強そうじゃないですか。誰も手の内では1枚使われ、川には2枚。はい、小山です。みんな出ちゃいそうな。ウッパッソーです。あとは山のどこにあるか。周りが追いつくか。パッソーキャッチ。まあ、これが勝負ですね。スッと切っていく。一つ井の上がりとなりました。ハクドラ1、2900は3200の出上がりです。ワクツの宝珠、一つ井の上がり。でなんか、はい、ワクツさんの 1,2 回戦目ってこう、ね、行くときは行ってましたけど、はい、ちょっと守備的に打ってる曲多かったんですけど。そうですね、このハンチャンからギアチェンジみたいなとこありますよね。なんで変えたんだ。なんでですかね。抜け番中に作戦練ってきたのかもしれないですね。
さあ一ついの手牌ドラガリアンソーでいいかな4と1つ、まあ悪くはない、なんか打点のね、種も見えますし、はい、バクツは一メンツです。ドラが1番、魚谷一メンツ、魚谷さんもドラがあるのは大きい、ダンプは白あんこに、いやー2曲連続薬杯あんこですね。やっぱり薬杯あんこもいいんですよね、はい、安心します、泣ける、はい、降りれる、はい、ドラドラ、これだけでいろんな道が見えてきます。ドラキャッチ、ちょっと浮いているリャンソー、ドラ受けができたのは枠ツ、伸びる伸びる、ダントツでチャンス手ですか、はい、谷さんが、シャーチャン、大谷がチャンス手もらってます。28,500点、リャンソーもう一枚自力で引きたい、うん、もうチートイツに決めましたね、一つ、いチートイツのイーシャンテン、イーソー重ねますが、これはおそらくダンプは仕掛けていくんじゃないですか、ポンからはイーソーパーピン、はい、ちょっと高くなる未来が少ないのと、はい、というとこですよね、はい、イーソーは表示牌でもう1枚見えています。大谷さんも数層ポンはギリギリまだか、ピンズが決まってないですもんね、もう一個入ってほしい。3番は1枚入れ、ローマンを切っていく、ほほほ、うわ最高のツモ、キーピンでした、うわポンするとか言った針があんこになってチャンスいいシャンテンです。いやでもこれ大谷さんもチャンスですね。ただ大谷さんは手牌の形的に換算数はチーしても延べたのテンパ、はい、うわ難しい、すごいじゃない、まあ、スイッチ1万切りますか、シンプルに、はい、いいシャンテンです。これは換算数をチーしそうだったから数層のポン点も取るんでしょうね。まずはダンプがテンパ、両面チーからの6球層端にかかった牌です。いやこれは上がれそう、今にも、はい、球層が、まあ、枠さんがもう大ピンチですね。チーソー、キューソーのキューソーが捕まっています。一番右にあるんですよ、実は。出ましたね、キューソーの宝珠、ダンプの上がり、鋭い仕掛けからの上がりです。1300は日本馬で1900です。さすがでしょ、今の勝又さんの仕掛けなんてチーします、うん、はい、さあ一つの親番終わりまして、ワクツの親番と2曲攻めを見せているワクツでは、この親番はもっと攻めを見せていくんでしょうか。麻雀アマゾネスワクツアキラドラガローマン、いきそうですよね、いきそうですね。なんかより黒くなった気がするんですが、気のせいでしょうか、どうなんですかね手配はまあそこそこ、うん、戦えそうではありますが、大谷はもうそこそこ、はい、一メンツは完成です。まあ、ペンチースを払って、はい、本一鎮一まで伸びればドラは切るし、うんうん、一ついは一メンツ、二差しが見える、伸びるかな、ピンズペンちゃん払いから入ります。ダンプはリャンカン受けができました。ドラ受けも難を重ねたのは一ついですが、ペーチャのトンバ、虫が飛んでいるみたいです。卓上にですか、はいさっきこの解説ルームでも虫が飛んでいました、いましたね、はい、3トイツ、何はすでに1枚切れ、3トイツ、ああでもスリムに行きましたか、3層ってね、シャア打つかなと思いましたけど、はい、サボタニさんが早くもいいシャンテン、はい、くっつきのいいシャンテンですね、はい、ボタニさんはねピンフドライツでも積極的にリーチいくタイプですからね、うん、両面にくっついてくれればウーピンは最高で、はい、準備も早いです。ウーピンを引けば三面ちゃん、この形です。ダンプはチートイがメインですかね、うん、ダンプさんは4、1、2、3、4、イーシャンテン、チートイのイーシャンテンです。
まずは大谷がテンパイ入るでしょうか。チューンが3個並ぶ。しょうがないですが、ちょっと腹立たしくもあります。さあ、一つ言えばここで腹立たしくなんなんてなります。この大事な三巡、チュンチュンチュンと並びました。なんか捨て牌で一目ずつしょうがないけど並ぶのってちょっとなんか嫌な感じしません？うん、するけどどうしようもないですもんね。でも、まあ、この手だったら、まあまあ、いらないの切ってなっちゃったら、うん、はい、うん、ドラでしょうか。ドラ引きです。ここは老僧の統一に手をかけます。阿久津もいいシャンテン、なかなか入りません。先ほどスーピョン切ったボタニー、牛万引きで天敗です。リチ闇天、チートイドラ短期は闇天、山には1枚、ありがとうございます。ロータリーと一つ絵が1枚ずつで、パイです。あ、リーチはいかなかった。ローソーが3枚入れになったとこなんですね。はい、サブローソー待ち、ピンフの天敗、ピンフドラ1の天敗。わあ、ローマ危なくなってきてない。セーフ。こいつのリャンピン、リャンピン2枚切れでした。これは、はい、ウォタニさんローマン止まんないですよ。あ、そうですね、そっか、そんなに気配も出てなさそうですし、サブロソワヤマに2枚。さあ、大谷トラをキャッチするとどうなるでしょうか。ウーマンかパーマンか。パーマンは枠つの現物、ペタンキ買えるかな。うん、シャンパイでしたからね、1枚切れとかだったらちょっと狙い頃ですけどね。あ、そうです ね、まあ、ね、結果的には3ヤマでしたけどね、それは分かんないですし、はい、あんこでも垂れててもおかしくありません。現在2人転敗、ウソを切られたばかり。うん、これは補充か。3層は補充、大谷の上がりとなりました。ピンフドラ1、2000点の出上がりです。もうなんか、はい、あれですね、誰かが闇点にして、うん、あー、これ誰か掴んだ人打っちゃうなっていうの、だいたい一ついさんのところに当たりに来ちゃいますよねキーマンです、うん、とつい苦しい展開は続きますが、耐え切れるか。あと1回戦分も残っています。ダンプにとってはこれがね、最終戦の4回戦となっております。はい、ドラガシャ、ダンプは今3回で何いくついてました。どうでしょうか。もう結構浮いてますもんね、さっきもトップ目で70弱、うん、はい、うん、68.2 と。まあこのハンチャーも浮きならば OK って感じですよね、はい、まあね、ポイントはねあればあるだけ困んないですけど、嬉しいですまあなんならね、はい、沈んでもねラスじゃなきゃまあいいかと、うん、最後は親番が残っています。なんちゃでペイが統一、ドラが1枚浮いています。なるほど、ドラのシャアがあって、はい、どうせ時間かかりそうならば思い切って本一まで行ってしまえっていうことですね。素敵ですね。もうということは、はい、ダンプはペンチーマンとかは仕掛けていくと思いますね。ほほほ、これがまた直風とかだったら違ったわけですよね。うん、ちょっと変わってきそうだと思います。ローピンがちゃんとに、ね、でも草もちょっとさばきが難しい手ですね。単品2ペーコーも見えるけど、はい、チーソーは統一になっていますが、チーソー切り、うん、一つ絵がいい写真ですね。1、2刺しか、はい、行きたいですね。大谷は追いつけるか、親番。あー、ドラ重ねた。これは、はい、数万以外全部泣くんじゃないですか。ペーポン、ペー2枚目、確かに全部泣きそうです。数万だけはさすがに泣かないかなぐらいで。まだチーマンは出ない。ダ
ランプ一気に気合が入ります。ドラドラ、ちょっと三色も崩れちゃうし、はい、もうどうせうまくいかないからな。まっすぐ行く、刺し子に期待してってとこでしたか。はい、さあ大谷が流派のポン2枚目です。仕掛けてのイーシャンテンは両面カンちゃん、そしてチーマンをチーを入れたのはダンプです。一番嬉しいところですね、はい、ペンチーマンから泣くことができました。手が立ちは両シャンテン、親の仕掛けが入っている上茶にいるのが和靴、馬は泣けない、はい、先に勝負しましたね、はい、チーマン馬イースーソーカンローピン、カンローピンがきついのか現状。ローピンは場には切れていないんですが、1枚切れです。あ、1枚切れで失礼しました。和靴が統一、残り1枚、雰囲気はダンプがいいですね、はい、白は2枚切れ、うん、安全牌です。パスを打って来ました、イーシャンテン、シャッペースチーマン、さあもう満座は余りましたよ。ただ自敗が1枚も切れてない自敗なんですね。そうですね、はい、こういう場合ってやっぱり自敗が結構守ってることが多いですよ。トンをぶつけていく大谷、思い切ってウソを手出ししてもよかったですけどね今、はい、形は決まってるけど脳天っぽいですよって見しとく手もあったかもしれないです。そうすると泣けたりするってことですか、はい、数万大谷テンパイ入れば打ち出すでしょうが、シャーペーシャンポン、シャーも和靴が統一にしています。残りペーが1枚あるだけです。いや大谷さんペーやめれるか、まあ、でも数万持ってるからっていう理由でやめることはありますよね、はい、うわ全部和靴さんとこ来た、すごいね、山にはなくなりました。あとは魚谷が数万勝負して6球ピン1スソのイーシャンテンに変わっています。9ピンの分、9ピン、あ9ピンない、4枚ない。和久津さんはどうですか、はい、手配はチートイツ、リャンシャンテン、はい、4トイツです。ちょっとペー切る気になんないですねこの手じゃ。でも和久津さんの手が詰まってるから大谷さんはチーできる可能性ちょっとありますね、はい、お確かにウーピンも切り出してますね。あローマンが通ったか、二巡助かります。うん、ダメ、ダンプがテンパイ、シャーペンシャンポンは山になし、突然もうこんな手になりました。テンパイしました、カンローピーのテンパイ大谷です。親番でテンパイやっと入ることができました。とマンズも勝負していってのカンローピーのテンパイ、ローピン残り1枚、配定は和靴となります。これが配定、ローピンはここに龍局です。魚谷そしてダンプ2人テンパイで龍局です。さあ連チャンとなります。トン3局は一本場、魚谷のレンちゃん、トイ7 ドラが嘘です。すごい今日 B 型いっぱいですね。誰ですか今日、今出てる4人だと魚谷さん、はい、ダンプさん、ひとついさん、そして我ら勝俣さんと私も B 型ですよね、勝俣さん、はい、はい、和久津さんと古橋くんが違う、和久津さんが違います。当てるの得意ですか？全く和久津さんが O 型で古橋さんが A 型です。なんか古橋くんは A 型っぽい気がするけどね、うんうんうん、いつも綺麗好きで
今回4勝の手配はどうでしょう。シャーチャイペイが統一、一つイメンツありません。枠2大総ずりに寄っているが盾もある。まあでも本一でしょうね。本一が本戦。うん、微妙。もう3色とかも諦めて守備的に、はい、うわ関西層の地位から入ったのは枠2です。両面払いも見せていきます。うーん、これは、はい、苦しい仕掛けになっちゃうかもしれない。うさあ、その地位からがですか。一つ井さんが、はい、あんまりね枠2さん上がっていいような曲でもないんで。うん、確かにそうですね。どうぞどうぞにはならなそう。どうぞどうぞって来てくれても泣きづらい手だし、うーん、ローソーポンしかできないですからね、はい、現状仮にそうだったとしてもきついし、はい、万一これガードされた時に、はい、大谷さんとねダンプの反撃がもう怖いですね。怖いんで大谷伸びています。イーシャンテン、うわすごい九三のポン、九三のポンからポンですよ。すごいですねこれ。1枚でも多く想像を集めたいっていうのが一つ、はい、でさらに2フーロしたことによって、はい、これまだ自敗が初とペイしか通ってないじゃないですか、はい、あのトンを吐くチュンを打ちづらくさせようっていう狙いが2点目。ドライ色なんで簡単に8000ですよっていう。あ、確かにドライ色、ソーズ色です、はい、なかなかできませんが。あ、でも大谷さんはでも私イシャンテンなんでって感じですよね、はいはい、さあ中のポンダンプが仕掛けを入れていきました。これでイシャンテンダンプで、そのチュンポンされて枠さんはあれちょっと予定と違うわみたいな、うんうんうん、周りの押し引きも見ながら、うわ何これ、私テンパイかもしれませんよっていう、はい、出してますね。もう一回もう上がりを捨てて、でも返した方が良かったかもしれない。それならば、うんうんうん、余らしたんですね、はい、この辺りをノータイムで積もりたい方、でもチーピン切ったらバレちゃう。何チーピンって。いやちょっとでももう手の内に安牌温存してっていう感じにしましたね、うん、一瞬だけでしたね、はい。さあどうでしょうか。ここはウーピン切り、先ほどのチーピン切り、大谷さんはちょっとね下ろしてはないですけど、はい、守備的にさせましたしね、はい、ダンプもねなんかウッパーソーのくっつきっていういびつな形に急走がね4枚見えてるのにパーソー打ちづらくなってるんで、はい、枠津さんの攻撃の効果がちょっと出てますね。うわーなんかこれは考えさせる、ワクツさんがねじ込んできたなみたいな曲になりましたね。上がらずとも周りに警戒をさせながら、ね、とにかくねこういう時に大事なのは、はい、あーでもテンパイ来ちゃった。これはもう文句なく勝負ですよね、はい、トラを積もっての白南シャンポン。でもこれダンプがきついですよ。本当だ、現物中筋ーー、あー現物にしときましたか、はい、もう念のため三万の方です。一つ今3万合わせる。じゃあ形勢逆転で一人旅だ、はい、大谷さん。白南シャンポン白がある1枚何も1枚山々です。これ枠津さん手詰まるから枠津さんから何が出る可能性もある。危ない、それこれで打ちたくないな。まあでもあれなんですよね、はい、プレッシャーをかけてそのプレッシャーを突破された先には、はい、この超絶厳しい状況が待ってるんですよ。打ちたくない。僕もね何度かあります。でも周りがね受けてくれたりすればね万々歳ですもんね。でも次局のために、はい、こんな何シャンテンか分かんないような手からでもうノータイムでビシバシ行ったりするんですけど、はい、テンパってましたけどみたいな。さあ枠津何を統一にしてるんですよね。チュンが1枚だけですか、はい、現物は、はい、危ないことに変わりないか。耐えてます。枠さんあと2回でチュンがあって、はい、なんか1個ワンパイ持ってこれれば、はい、OK だけど逆に無筋持ってきちゃうとほぼ危ないです。
セーフ。セーフです。ペイはセーフです。ただ大谷さんが白を積もれるか次は。ありますね。リーズも白ドラ。どうでしょうか。ああ、すごいね、持ってきましたね。え、和久さんさっきからなんか、はい、人のシャンポン待ち全部キャッチャーでしょ。めっちゃ持ってきます。大谷一人転売で流局です。和久つかみまくり白南シャンポン。さあ、ポンさん局は日本馬の供託一本、ドラがスソです。大谷の手配ダックでした。大谷はシャアから切り出していく。3年ちゃん系があって、こっちが動かんさ。はい、3年ちゃん系があるダンプ。ドラ1だけど全然なんか感触ある手じゃないですね。断面立つお二組です。でも和久さんぐらいきついとね、はい、あの、まあ、とりあえずいっかと、上がりは諦めがつきます。なんか手役だけ狙って、はい、ツボがめっちゃいい時だけ攻めましょうって言ってますもんね、はい、これはまだなんかゴロチもあるしなと思って、とりあえず行ってみるかなと思っちゃいますけど、うん、でもなんかね、とりあえず行って中途半端のところでリーチって言われるのも怖いし、ね、はい、なお重ねるトン3曲です。ね、でもいいですよね、こうやってペン3ピンとか払ってってスリムにしてたいですよね、うん、はい、両面ダーツができます。でダンプぐらいの手だと大体自分が一番いい手でしょうって言って頑張れますよね。はい、ダンプはなんちゃ、統一は3組、こちらの手ですね。ここでイーソー切り、管理アンソの受け入れを払っていきます。リアンソ1枚切れ。さあ、和久はまた仕掛けを入れたな。次は何ですか。これタンヤオか、タンヤオか、厄配重なってか、なんか徹底してますね。何なんだろう。まあでもね、急所っちゃ急所ですからね、はい、あの手詰まんない自信があるときはむしろ泣きたいですけど、うん、でもね、手詰まんない自信が全然ないからね、はい、なかなか怖くて泣けないですよね、はい、チューン2枚切れ。チューンは手の内に残していきます。カンチーピのチーを入れたは靴、いいシャンテン、いいシャンテンはダンプ。は靴はこの形、大谷さんドラドラになったんですね。はい、ドラドラスーソー。ダンプは E ピン3枚切れなんで、3ピンの重なりとかからの発展が嬉しいですかね。2ピンは1位します。はい、まず間違いなく、はい、ここはウーマンか。形はウーマンですけど、チーソー打っとくと、はい、スーマンウーマン引きでタンヤオへの変化があると。その時は急走急走。さあ、ダンプ転売、E ピン1枚、スーピン2枚、イースピン待ち。大谷さんは止めれない。ピンフです。高めがタンヤオ。ああ、これは文句なくリーチ。リーチはサブロッソーです。薄いですけどね。さあ、ダンプどこまで頑張れるか。現物ではありません。薄いんですよ。まあ、これは現物。リャンマン。リャンマンを切るか、ウーマンを切るかの選択でしたね。はい、リャンマンの方を切っていきます。イースピン変わらず。まあ、イペコの変化もあるし。はい。サブロッソー激薄だ。おほほ、皮に3枚で4567、あと1枚、うん、1対3だけど、ダンプはどこまでいけるか。一つ岩は、ナンは安全牌ですね。地層も現物、はい、これは和久さんはジャハイジャハイジャハイって切ってテンパイ取れたら頑張れますもんね、うんうん、さあ、イスピンサブロッソー、ダンプはまだいっています。でもダンプはサブロッソーはやめるでしょうね。うん、ドラマタギなんで、当たった時に高いっていうのが嫌ですよね。はい、はい、
E ピンが3枚切れ。半ヤオで。はい。関数ピンに待ち返しております。数ピンは2枚残り。しかも3ピンもね、筋になったんで、うんうん、もう1回ピンズ引いても耐えられますし。はい。ただ2人テンパイ変わらず、カンパも引き入れた。一つイエスが受けている。カツもまだ安全牌はあります。いや、大谷さんもね、今日マイナスだから積もりたい。そうですね、3ニッパー現状は。う、イペコ。これはノーチャンス。ウーマンが4枚見えてるんで、はい、ただローマンの方がより安全だなって考えてますね。短期にしか当たらないんで、うん、3万だと打点はつくんですけど、シャンポンとかの可能性がほんのちょっとある分ってことですね、うん、はい、ただ打点取りましたね。タイヤをイペコに変わっています。そうかそうか、こうしとくとスッチーマン数万匹とかにも備えられるっていうメリットもありましたか。うん、あ、そうですね、まあ、数万もノーチャンスでしたけどね、はい。さあ、間もなく流局間近。いやー、悔しい。掴むの？あ、これで、まあ、これは、数万とチーマンと三ピンとどれが一番安全かなっていう選択ですね。はい。三ピンは両ピンが3枚見えてるんで、うん、で後筋でかなり通る、はい。ウーマンが4枚見えてて、パーマン4巡目だからチーマンも相当ね、ペンチーマン、カンチーマン、まあカンチーマンはほぼほぼなくて、はい、ペンチーマンもね相当ないですから。ただ数万は445からシャンポンに受けてるんで、当たるときは、うん、当たったらめっちゃ高いですよ、積も数とかのパターン、はい。さあ、流局となりました。大谷ダンプ2人テンパイで流局です。本3曲は3本バトルオタクが2本です。大谷レンチャンドラガーナン、後ろには立ち合いに藤原プロの表情が。さあ、チートイツでしょうか。ノントイツとなっています。まずは A から。タンプは一目なんかまた本ついきそうな感じですかね。はい、そうでしょうか。あ、でもなんか今回は今までの中で一番ね、はいはい、なんか泣きそうな、はい。バーマンポンから発信したのはワクツです。いや、でもこれタンプも一色いきますよ。そうそう、一色手。そしてワクツの仕掛け手配が移りました。ハクが問いつ、ナンが問いつ、ドラドラですからね。一つ井さんのハクがどのタイミングになるか、でも散々ね見せてますから、はい、簡単に出てもおかしくない、おかしくないです。ただダンプもパーソー9層とかポンすると思うんで、はい、先されちゃうときついですか。あ、ハク出たの、が出ました。大きい、今までのね功績がハクのポンをさせてくれました。いい満切り。そうですよね、うん、これだってね、今鳳凰の藤崎さんにパーマンポンされたら、はい、僕絶対ハク切れないですからね。絶対切りませんけどね、はい、そのね、はい、2回前の鳳凰の前原さんにパーマンポンされたらちょっとハクぐらいいいかなって気もなるし、ちょっと切ってみようかなっていう思いもありますのうちで、ナンが統一、ドラが統一、ナンはダンプの元に1枚あります。パーマンポン、ハクポンの2風呂。いや、これ難しいですね。なんか普通に考えたらドラドラとかトイトイとか警戒するんですけど、うんうんうん、なんかここまで見てると強卓2本3本場でかわしに来た先手も、はい、ありえますね。ありますよね。なんかね、初とかがジャントの両面で、はい、ダブルバックでしたみたいなのもありそうですよね、はい。こうなるとちょっと緩くなるか、ワクツに対してガードが緩くなるか。大谷はチートイツの親番イーシャンテン、うわ、来ました。でもナンはちょっと切りたくないですもんね。ウーピンにしときます。ピンスワンコチュンだにしといて、3アンコになったらナン勝負ですか、はい。
現在ダンプがイーシャンテン、リャオソウ、ウーピンパーソーのイーシャンテンです。カンチースを引き入れた一つい、一ついもイーシャンテン。一ついさんもね、イーシャンテンですけど初ポンしてね、より良い形への進化もありますし、はい、ありますね。リュウポン、リュウハはまだ山に2枚。いや、ワクスさんがね、一番見てるんですよ。ごめんなさい、本当すいません。これが出た時に一旦1ピン切ります、2ピン、2枚、3ピンからにしますか。3ピンから、テンパイ取らずで、これはポンテン。テン。さすがに一つ井さんが圧倒的優位。はい、ポンテン、ウッパピン、ローピン、ワクツはまだイーシャンテン、カンウーピン、テンパイ。ダンプがウーピン切った場合は、はい、一つ井さんの頭跳ね。はい。カンウーピン、ウッパピン、ローピン。あ、カン。カン。とりあえずカン。何はともあれカンですね。はい、あー、ウーピンいった。おー、ロンロン。超強気の選択。一つ井の上がりとなりました。初1000点です。1000は1900。そうか、ね、やっぱり何だけは打たないっていうことだったんですね。ウーピン打っても安く済むだろうってことですか、50になったとしても。安く済むかは分かんないですけど、はい、何は切らないでまだ降りる状況じゃないっていうことだったと思います。さあ、ダンプ親番です。トン4局、ドラガシャ。いやー、ワクツさんは攻めても攻めても上がれなくて悔しいですね、今のラブロンは。うわ、え、チャンスで久々の一つ、いい、今上がりを決めてチャンスでをいただきました。なかなか今日はね、手が入らないですから、はい、差し子の3色、この次です、これ。あー、どうしましょう。一品ですか、はい、ちょっと一通は遠そうですもんね、はい、鎮一もね、ちょっと遠そうだし、うん、で、ワクツ二面使わせ、789が見えるのはダンプ、ゴロチ、シンプルに行きましたか、うん、今ので9層9層もあるってことですか。いや、9層はちょっとやりすぎ感、ま、僕はチーマンかなっていう、そのほほほ、どうせイースマン引いたらね、チーマンウーマン切りそうなんで、はい、チーマン打っといて差し込みながら、はい、ピンズのイーペークを見ながら、メンタンピの割ったり見ながらみたいな。お、ドラを重ねました。大谷です。いや、大谷さんもチャンス手だ。そうですね、大谷さんはどうします、泣いていきますか。いや、4トイツでチートイツのイーシャンテンなんですけど、どっちもありますね。でも泣いたからって言ってそんなに速度アップしてる感もないんで難しいですけど、はい、あ、ワクツさんもドラドラ、もちもちや、うわー、すごい、え、何今の、うっぱそう払いましたよ。へえ、なんで、シャーポンテン狙いってことですよ。あ、シャーが出ると踏んでるということでしょうか。そうじゃないですか。へえ、いやね、しかもね、はい、両面払うにしてもね、イーペイコあるからリアンウソの方は払いそうですけど ね、 そうですね、すごいですね。ローソー、チーソー払い、ワクツまずはローソーから切り出しています。数万がアンコになったダンプはイーシャンテン、一つにも両面両面のイーシャンテンに変わっているこちらですよ。いやー、でもこれワクツさんね、ミスったら痛いですよ。ここにシャアがもちもち、何がアンコになった大谷です。ダンプが親番、もうウーピンは一回切っています。ここも残さず、そうですね、はい、ウーソーがもう場に2枚切れ、これは大谷さんは仕掛けたい手になりましたね、はい、カンチーピンチーとかウッパーピンチーまでありますよ、うん、1品もポン、カンリャンピンもチー、あ、これはチーピンチー、目いっぱいのチュン切りでしょうか。はい、一品が場に1枚切れです。マクツがドラドラ、これでカンサーマンの受け入れができました。これ一瞬間一品ちょっと危ないですよ、みんな。一品シャンのシャンパン待ち、ピンズが余りましたけども、わ、ここはリーチ、2枚切れチーピン、
山にはない。これ強気ですね。すごいですね。うわ、いいピン打ったな、これ。うーん、一旦発、一旦発、はい、発は3枚切れですよね、はい、安全牌です。うわ、これ一つ遺産きついな。ダンプはリーチ3色です。ペンチーピン、チーピンはもう山には残っていません。いいピンが残り1枚、1つ絵が持っているだけ。シャーももちもち、ワクツアリアンマンの統一落とし。大谷さんはもう全押しですもんね、うん、勝負手。うわ、テンパったら間違いなく打つ。はい、無筋引けたら助かるかもしれないですけどね。嘘は親の現物です。一寸間の9も引けば一つがいいピン、宝珠は万願。ああ、助かるかも。3万リャンマンで方向転換、サブロー B の受け入れを残してのいいシャンテになります。さあ、こうなる と, なると、はい、2人順からだから一つ遺産に上がるチャンスが出てきたわけですね、はい、ほほ、そっちに注目してまいりましょう。4枚目のリャンピンを引き入れることができて絶対絶命でしたけどね、はい、あー、ワクスさんダメや。ビンズ切りたくない。ここは数万現物です。どうかな。あとは一つがテンパイできるか。違う。いやでも一つさんもね、はい、3巡目にいいシャンテンだったんですけどねそうでしたねこんなことになっちゃうんですね。結局苦しい展開物語っています。ちウッパーマン通ってないのか。ローマンがでも4枚切れてたので、はいはい、チーする手はありましたね、はい、先輩入るんでしょうか。入らず。ここは安全に2人3人に通る牌を。自慢です。これが入って流局です。ダンプ、そして大谷の2人転敗で流局。今日はね、進行早いんですけど、あのアダハイの速度は早いんですけどね、うん、曲数がめちゃくちゃ多いですね。そうです ね, 結構ね、はい、みんないい粘りをしているんですか。と4曲は1本場に行卓が1本です。ダンプにとっては最終戦。ドラガリアンソートメンツは完成。うん、まあいいわけではないですね。一つにも流派が統一ですが、まだちょっと三統一発掘もそこまでやってないですか。ドラドラですよ。でもあ、ドラドラだとちょっとやる気は出てきます。大谷は一メンツ、まあ、きっと和久津さんはまたこの曲も行くんでしょうね、はい、どっから行くか仕掛け出すか。まあでも、なんかね、今のローソー引きで何泣いても大体普通かなって気は、うんうんうん、あまり驚かないです、うん、でも確かにね、はい、あ、もうこれで2ピン3ピンとかもう誰でもなく感じですもんね、はい、ん、おはさんさんだったら3ピン数ピンだけですか。はい、一旦スルーします。3ピン数ピンも3ピン数ピンも一旦スルーは。すいません。いやいや、すいません。いやでも、いや全然ありですよ、はいはい、そのね、だってこうやって和久津さんのように泣くと、うん、今は和久津さんはずっと、はい、ずっと仕掛けてるから、はい、またこれ安いか高いか読みづらいじゃないですか、うんうんうん、けどね、大沢原さんがいきなり、はい、この順目にウッパンマンチーしたら満願だなってバレちゃうから、はい、だから大暴案件になっちゃう。それはね、はい、あの戦い方だから、はい、僕も、はい、多分ね、泣いてもね、誰も警戒してこないだろうから簡単に、ね、それも踏まえてのチー。そうですね、うん、
この両面地位から入るんですか。はい。おお。だけど五はスルーしたいかなみたいなとこありますけどね。八、うんうん、から行きたいなみたいな。それはなぜですか。え、三色のいい版欲しいから。はい。さあリーチが入りました。大谷からペーチャの大谷からのリーチです。油断してたら大谷さん換算数引けたんですね。スッチーマン待ちです。リーチピーフドラ。スッチーマンはなんかもう皮は非常にいい感じじゃないですか。みんなマンズしか切ってないみたいな。手配でも2枚しか使われてないです。皮には3枚。あ。ってことは三山。三山。ああでもワクスさんいいシャンテン。頑張れるかな。いいシャンテン対もうリーチ。ダンプもいけない勝負手に。これでも危ないスーマンが。はい、スーマンは大谷に宝珠牌。あーダンプ降りるならローピンができたけど、まだ行きそう。そうか、チートイツに決めたんですね。はい。でもダブトンですもんね。ダブトンです。強くね、3ピンウーソあたり行ってもおかしくなかったですけど。そうですね。ここは両面通すのウーマンを払っていって、いいシャンテン。ああ、痛て痛て。ドンとパースのシャンポンが入っていたんですね。はい、3ピン切っていれば。スーマンが一つ遺産のもとに残り2枚。スッチーマン待ちは大谷。まだいいシャンテンは靴。ドン。うわ、上がってたか。1万2000上がってた可能性ある。どうしよう。もう降りたい。降りたい。降りたい。あ、上がり逃すと降りたくなる。はい、すぐ降りたいです。なんでしょうか。なんでやね。いや、そしてスッチーマンは一つ遺産の元へ。どんどん流れてまいります。でもこれどんどんねダンプからの数万が危なくなってきますね、はい、周りがいっぱい切られてってちょっと通りそうに見えてきちゃいますね。はい、ワクツさんは転廃できず、まだできずです。まだ残りつもありますが酸素も通った、うん、ここに酸素ブリー、もういろいろ、もうこれでチート1本になった。はい、乱層重なりはもうありません。やっとテンパイウッパッソ、スッピン切ってのウッパッソ待ちです。大谷さんも怖いでしょうね。7700が来たみたいな。わ、来た。でもウーソは1枚しかない。もう残り積もも少ない。あと1回ずつちょっと。そうですね、ウッパッソ対スッチーマン流れ流れて危ない。あ、最終手番か。大丈夫、じゃあ大丈夫ですね。もう中抜きますもんね。トン、大谷が切ったトンです。さあ相手はワクツ龍局です。シャーチャのワクツ、そして大谷、2人転敗で龍局です。スッチーマン対ウッパッソ。頭をかいてたら、はい、ここで一旦休憩を。あ、なるほど、はい、最初のお手洗い休憩、はい、挟みます。さあここまで来て結構長い4回戦とはなっていますが、持ち点はどうなってます。今224枠、大谷さんがトップ目ですかね。もうそうですね、365、はい、そうですね、大谷がトップに立っています。こっからナンバがスタートしますが、ダンプにとっては最終戦、親番は最後に残っています。いやなんかもう、うん、ワクツさんの、はい、こう意地みたいな、すごい見えますね、感じですよね、はい、こんなグイーンって変えてくるんですね。とことん泣くぞと。どっかでねじ込もうねじ込もうと。そうですね、はい、うん、ここから花開けばいいんですが、してね、ダンプはね、うん、今の曲ね、ダブトン打ち取れてたかもしれないだけに、3ピン今すぐ行ってれば、3ピンかウソかね、はい、はい、悔
しいですよね。まあでもね、あの面前で決まるならば価値あるんですけど、ダブトンポンしちゃうと途端に大した手じゃなくなっちゃうっていうとこがまた難しいとこですよね。イペコ消えちゃうし、うん、であれがダンプの手がなんかダブトン統一のイーペイコーが面前でできてるとかじゃなくて、はい、ドラがねイーペイコーのとこのローピンとかがドラだったら押したんでしょうけどね、はい、うん、そこの違いですね。4回戦は何入です。内局は日本馬の強弱側の方、2600点が落ちております。一つ井の矢番ドラがいいそう。一人つい29400点親番ですから結構強くいくでしょうか。小笠原さんは、はい、強高ってまんま買えなそうだね。私はあまり気にしないですけど、自分のリーボーとかだとちょっと返してよって思ってたりします。他の人のリーボーだったらそんなに、はい、気にしないです。でも自分のリーボーはちょっと気にします。なるほど、はい、勝浦さんそこら辺は気にしないですか、うん、自分のリーボーっていうのは、うん、自分のとかもうすでに覚えてないまである。ずっと覚えてます。わあ、ドラ重なった、はい、あでも今回泣けない。そうですね、今回はちょっと3色もないし。じゃあ4本ぐらい溜まってたらどうします。気にする。ちょっと気にしちゃいます。なんかやっぱ普段2泣きのものを1泣きにしてっていうのはしちゃいそうですね。勝俣さんは何本から気にするんですか。いや現状日本馬2本、京卓2本、なんか持ち点、あ5万点持ってたら全然日本、はい、京卓2本の日本馬でも全然気にならないけど、うん、はい、これが2万7千ぐらいだったら絶対欲しいって思うし、うん、っていう、だから持ち点で変わるかなっていう。うん、じゃあダンプさん今流派が統一、何が統一です。ダンプは今2万9500点絶対欲しいからなんと初が統一、はい、もう老僧もチーしちゃいますもん。老僧からチー、確かにダブルバックですもんね。現在難入中、日本が落ちています。でもダンプも、はい、あの4巡目にドラのイーソーを切ったっていうのはそういう構想なんでしょうね。本当だ、イーソーを切ってるんですね。ここは高い手よりも上がりやすさを取っていこうっていう狙いですよね、はい、じゃあ泣いていきそうですね、はい、関連便が入った一つ位リャンシャンテンです。ワックスさんもめっちゃ受け広い両形いいシャンテン。イーソーが2枚切れたんで、はい、イースーマン引いたときはまあサブローピンに受けますかね、はい、あ本一もなんか見えてきてますね。マンズが寄ってくる、酸素を重ねた、手広さはマンズですけどね、さすがにマンズ切っちゃうと形が硬すぎるんで、うん、イーシャンテン取りはします。ランカン受けができましたが、ここはつむぎり。あでもここで急走切ったっていうことは、はい、結構本一を強く見てますね、うん、リーチいくか、三走一切れ天敗取らず、うん、後継変化を見て虎の一走二枚切れ、強卓2本あっても、はい、ここはしっかりと上がりに行くと、ね、初のポンをスタートしましたダンプです。いいシャンテンと手の内はなっています。これは文句なくリーチでしょうね。スッチーマンに手代わってのリーチで、ワクチさんは全押しでしょうね。はい、天敗サブローピンは現物、現物待ち、あここにいっぱいある。いやでも打ってもおかしくないですよ。まずはパーマン現物、パーマンも現物か、はい、さあ何枚います。あうわいー無理だよ無理じゃないですか。無理です、無理ですよね。サブローピンが残り2枚。スッチーマンは、スッチーマンは手の内で1リーサー4枚使われていて、あ5枚ですね、5枚使われてる、はい、じゃあ3枚、3山2対3、2対3でも現物待ちの分あるからね、有利ですよね。ちょっともう互角みたいなめくり合いですか、うん、あでも枠津さんは数万引いたらいいマン打てるのか。お一旦助かります。いやこれいつでも危ない、全然危ない何ションパイですもんね、はい、いやここで宝珠になってもおかしくない、おかしくないですね。3品が現物、それ以外はないんですね。ランスは3層3層って切ってのリーチだからですね。さあイスチーマンに受けるのか、はい、シャンポンに受けるのか。イスチうわーあー
え、これすごい選択じゃないですか。リャンマンナン、あ、使いました。一つ映画ローピンを巻くつながりとなります。ピンフドラドラ3900日本馬です。え、今の何ですか、ダンプさんの。はい、ローマンって何、通ってました、ローマン。あれ通ってなかった気がしますけどね。はい、はい、なんかちょっとしっかり顔を見返せないと分かんないですけど、はい、1個考えられるのは、はい、3900では押す価値が低いけど高め7700であれば見合うっていう判断の可能性が一つ、まあ、あとはでもリャンマンは1枚も切れてないですもんね、はい、ウーマンいっぱい見えてたりしたらありそうですよね。あのリャンマン、リャンウーマンが一番怖い筋とかっていうことはありそうですけど、はい、でもウーマンもね、一つ井さん2枚持ってて、だからいっぱい見えてるってことはないか。じゃあやっぱ高め取りっていう感覚なのかなっていう気はします。三面ちゃんにはせずのシャンプー待ちでした。さあ、和屈が3級上がっての何曲親番を迎えています。ドラガパーマン、いやー一つ井さんはね、はい、苦しいですね。苦しいです。補充に回ってしまいました。先輩取らずからね、後継にしてのリーチだったんですけどね、うん、大谷さんがなんとなくチャンス、純白統一白2枚切 れ, 枚切れか、うん、でもね、今重なったんですもんね、はい、純は純がここに来ますが、出てきますけど泣かず、うん、そうですね、うん、現状は4統一です。なんかチー統一もチーマン切っちゃいます、いっちゃいましょう、はい、チー統一マンズを払っていく。気配を切っていく。親番が枠つで、ナンが統一。ここにナンが1枚。ダンプがリアンシャンテン。一つ1位統一。リアンシャンテン。まあ、でもね、なんかメンタンピン、まあ、メンタンイーペーコーぐらいに目指したいですよね。今も切って、これはもう白が2枚見えています。ソースの本質でしょうか。 EP の統一落とし大谷、そうですね、はい、まあでもね、白2枚切れでチュン1切れなんでね、うん、まあ本質でもやっぱり本質チートイになりそうですけどね、うん、イシャンテンもうチートイツで、まあしょうがないですね、はい、スーピンローマンペイのイシャンテン、本当に不服ですけど、はい、ダンプも形は4トイツ、現在中盤伸びるか。まずファーストテンパイは誰でしょうか。ドーラーを持ってきたのは一つ位、そしてチーを入れます。枠つローマのチードラを使い切ってのイシャンテン、はい、ナンは残り山に1枚。いやでもなかなか仕掛けづらいとこですけどね、はい、もうそういう組み立て、うわうわー、なんあんこにして一発を転廃、そういう組み立てで戦おうっていうことなんですね。どっかで一回なんかいい上がりしたら急に切り替えてきそうな気もしますけど、はい、あ、ドラ切った、ええ、ドラ切りました。ダンプです。あ、チーマンがもう3枚見えだったからですね。枠つながりとなりました。なんドラ1 2900の出上がり、一つまた補充でした。いやー、一つ井さんもなかなか苦しい。つい何曲は一本馬和屈の連チャン、どうなんですかね、うん、あの和屈さんが自分の下茶でいきなりめちゃくちゃ泣き出して、はい、ちょっと戦い方、うん、こうね、そんなはずじゃなかったっていうような想定外だったかもしれないですよね。さあ、ボタンに手配が映っています。一メンツ完成で、表示杯のチューンが統一、二メンツでした。7、8、9、6、10、はい、じゃあ大谷さんは
チュン切られたらもう2枚目って感じなので泣くかどうか、まあ泣きますかね。形は36,500点。神茶に和靴、育てようとするんでしょうか。ここは今つもぎり、ダンプは一メンツ。でもダンプはなんかね、はい、うまくウーピンあたり引くと面単品イーペーコーの方にね伸びてってくれそうな、ね、それはいい伸びですね。一つ目も一メンツ、和靴123の3色が見えてきます。リアンシャンテン難しい、一旦発生しましたか。まあ、ポンテンかかるんですけど、はい、こうなると面前でパーピン9ピン引いてね、はい、6球満切ればちゃんと3色っていういきなりの高打点がありますよ。なのでもうここでローマン切っちゃってもおかしくないですけどね。ああもうそうしましたか。9万が1枚切れたことによって、はい、かわしての可能性、かわしきれる可能性が下がったから打点に寄せたっていうところでしょうね。でもチュンは泣くんですよね。泣くしかないと思います、はい、2枚目なんで、はい。まあ、それでもパーピン9ピン引けばチュンちゃんた3色で3900はそこそこの打点ですしね、うん、ワクツペンサッピ引いていいシャンテン、カンリャンマンペンサーソーのいいシャンテンです。どうするんですかね。これもね今までの組み立てならチーテンですけど、はい、今回は一回思い切って面前でねどっかで切り替えると思うんで、ありそうですよね。そして大谷さんがはいちゃんと3色いいシャンテンになりました。カンパーピンいいそうチュン、これパーピンもチーなんでしょうね。なんでもチーポン、いやいいそうは泣きたくないですけど、チュンのポンは、はい、あのカンパーピンですけど、はい、いざって時にローピン引いて9ピン切ることもできるんですよね。お確かに、あこれは理想的、はい、けどいいそうポンしちゃうともうその形が最終形、うんうん、2000点のカンチャン最終形でどこまで押せるのっていうところがあるんで、イーソーはちょっとね1枚目から行きたくない。大きな違いですね。さあ仕掛け売りていきました。3層チーから入ったこれつもりリーチありますよ。カンリャンマンでもやめてにしましたか。大谷はカンパピン、マクスさんの仕掛けがペン3層チーで、はい、あのね、リャンソー打っててペン3層チーだから、はい、1、2、3の3色とかやっぱちゃんた系とかが候補に入るじゃないですか。はい、となるとどうせ出づらいパーピンだったらリーチっていうのね、はい、ここでリーチなんですね。ね、そうですね。ドラが3枚見えたとこでリーチ、どうせ出にくい町と自分は勝負手リーチちゃんた3色で、和口さんは全突破なんでしょうね、はい、さあどっちが枚数はあります。両万三山、三山ダンプが切っているだけ。え、パーピン持ってる人がいない、やばいよ。え、ダンプが転廃していた。タイヤを1300から1600、新たな死者がいました。ダンプの上がりいっぱいあったんですよね。さあこれでダン3局です。3回戦親番は魚谷、ドラがトン、1メンツ2メンツ完成です。大谷何から打ち出していきます。強く何、おドラドラ、ダンプがドラドラ、ハクがアンコは一ついです。ワクツは1メンツあるだけ、ちょっと厳しい。大谷さん形はいい、はい、親番です。打点のダンプ形の大谷みたいな感じですね。一ついはどうですか。いやーハクアンコがね、はい、あるんですけど、はい、だってねマンズは2468だし、うんうん、ソーズもカンチーソーあるし、うん、確かにちょっと厳しいか。なんだかんだ白のみになってもおかしくないし、はい、さあここでグケを払っていきまして、リアンシャンテンでしょうか。だって誰のハイパイでやりたいって言ったらね、ウォータニさんって言うでしょ。はい、ウォータニさんです。続いて、はい、ダンプさん、たまにダンプっていうぐらいでね、はい、チュンを重ねた和靴、チュンはやっぱり2枚切れです。大谷が早くもいいシャンテン、ダンプ伸びますね。いいシャンテン、両面シャンポン、いいシャンテン、一
一対はここでまだ3ピンは残すんでしょうか。もう切っていって3色紙切る、うん、あったんですけどね、はい、ちょっと持ちきれない、はい、これ大谷さんローソーとか引いたらどうするのか。あ、これはもう文句なく、はい、いいシャンテンではあります。テンパすごいつもの見せましたね。全部チーマンタン、はい、でもチーマンがもうない。トンが1枚だけあるだけ。これ大谷さん全押しでしょう。うん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 。トンはさすがにやめますか。どうでしょうかね。いやいや押してもおかしくない。うん、で僕なら切っちゃうなこれトン。パーソピュン。何。ただ、うん、はい、大谷さんの難しいとこは、はい、いい数層引いた時ですよね。あ、数層引いたら普通数万切って単品ペッコにしたいですけど、はい、うんうんうん、3万現物だから、はい、イースーマンウーマンで妥協する線も出てきますよね、はい、なんかそっちにしちゃいそうですね。難しい、はい、いや勝俣さん的には現状だったら、いや僕は一旦数万切るかな、はい、おの闇点、いやリーチ、うーん、一旦って言ったら割にリーチリーチです、ね、ただイースを引いたら3万切ってリーチしそうです、はい、来ました。これは3万切ってリーチしそうですね。イースマンウーマンにするか、なんか年品高めイペイコーだったら、はい、そんな3枚持ってる数万切るほどの価値を感じないので3万、多分数層引いたら面単品イペイコーなら、はい、打点で数万勝負したかった。イースマンウーマンです。そしてダンプの街が山に消え去ってしまいました。イーマン1枚、イーマン1枚、スーマン0、おウーマン1枚、お2対1、あ2対0になっちゃいました。2対0、はい、トーンは靴が持ってきて 2-0 の勝負です。ダンプ親に追っかけられますが自分はドラドラ。ダンプはね、はい、0って分かんないですからね、はい、ここ上がればみたいな 1-0、うん、どうでしょうか。あとは、はい、ひとついさんと涌津さんが手詰まってイーマンとかに手がかかんないかどうかですね。おう、涌津はイーマンが統一です。終盤に入ろうとしているところ、残り1枚、魚谷の町手詰まりが起こらないか。一つ、そして和屈二件リーチを受けています。9万現物、ローマンも現物、これ、はい、また流局すると、はい、どんどん一つさんがきつい、はあ、今日なんか苦しい展開ばっかですね。横移動してよみたいな、はい、あー、なくなっちゃった。和屈さんが安牌耐えれるかどうか。そうですね、そこが。じゃあチェックします。はい、9万が通る。通る1枚。E ピンがまあまあ通る。まあまあ通る。1枚。あ、2枚になった。じゃあ大丈夫か、もう9万 E ピン1ピンで。大体。大体。はい。残りあと3回ですか。シャアが通るから大丈夫ですね。うん、もう大丈夫だ。うんうんうん、イーマンウーマンに手がかかることはなさそうです、はい、大谷さんリャンウーマンならですね。まあでもね、やっぱイースの時はね、はい、イースマンウーマンにするのが筋かなって思いますね。50もないですし、ダンプもカンパンマンに受けてれば、はい、上がってたかもしれないけど、敗手はダンプとなります。これが敗手、流局です。大谷そしてダンプ二人転敗で流局となりました。南三局です。南三局は一本場に変わって、おお、強卓が2本、親番レンちゃん大谷、そうですかね、今回の選択日本は和屈にとっては291、喉から手が出るほど欲しいですね、はい、ですね。ドラが数層、流派が統一、
メンツありません。ダンパー一メンツ完成。手が統一たくみ、お、キュンちゃんパイだらけだけどメンツがない。頑張ろう。ワークツアー一メンツ今完成したところ。ワークツアーですね。やっぱりハイパイはさすがに、はい、ひとついさんがいい、はい、が、あ、いいよ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 。どういうのが最終形で一番差し子の三色、うん、まあでもローソースーピンって引いてメンタンピンドライチでも十分ですけどね、うん、はい、とりあえず絶好じゃこれパーピンからにしときます。じゃあちゃんと固定して、あ、でもシンプルにいきましたか、うん、はい、パーピン切ってね、はい、数万とかって引いた時に、はい、3ピン2ピン打つ手もありましたけど嬉しい手代わりですからね。ただこれだとね、はい、うん、6球ピンを引いた時にまたさらにいい形になりますから、はい、いいシャンテンです。あとね、ドラの数装備切ってっていう時にパースを切ったりした完全インシャンテンにもできるのがありますよね。そうですね、そっか、ドラ引きがそういう形になるんですね。さあ他3者はどうでしょう。ユーハーバニションパイ関数も引き入れたダンプ、ダンプインシャンテン、ただ役がない、はい、いらないぽい。ワクツも上がりたいけど、いやきついですね。泣きを入れても厳しい展開。大谷さんは初泣くんでしょうね、うん、1枚目からさあさらに手広くできますけど、まあ、これはパーピン切るのが数字ですね、はい、9ピンしかロスなくって、はい、ローピンの受け入れができましたからね、はい、いいシャンテン、一つ岩両系、超両系いいシャンテン、テンパイです、うん、どっちにするか、両ピン切りリーチもありそうですけど、どっちもありますね。両ピン切りリーチの方を選択です。サブローピン、チーピンですが、薄いかな、チーピンも残り1枚、3ピンも1枚、1枚でもイースピンもね、もう見た目でね、4枚見えてましたもんね。そんなに大差はないですか。あ、どっちも2枚、うん、だったらあれだ、打点が確定してる、こっちの方が、はい、お見事、3ピンのつも上がり、やっとちょっと気持ちいいつもなんじゃないですか。そうですよ ね、リーチタンヤオツモドラ2100、4000、この方見たらもう原点ぐらいまで行ったんじゃないですか。嬉しい、あと200点、あと200点、299、あと100点、大接戦だ。うわ、楽しいオーラスです。4回戦ドラウソ、トップ目は魚谷さんの32,000、はい、金差、ラス目が、はい、ワクツさんの276、うん、トップからラスまで4,400点ですね。さあ目が離せません。ダンプチャンスって、あ、ひとついさんも悪くはない、悪くない、うん、そうですね。ワクツは一目打つギリギリトライ1、あんま良くない。魚谷さんが一番悪いか、はい、いや、ダンプもそんなに、ひとついさんがいいかな。そうですね、そうですね、ロース引き入れて、さあ現在トップ目大谷、僅差のオーラスとなっております。もうすぐ引き入れたのは大谷です。さあダンプは500点しか打てないからね、はい、ここはもうガンガン攻めていくでしょうね。今日はプラスで帰れるからいいやじゃなくて、もう攻め込んで、はい、もっと加点していこうと、目標はね、今日のプラスじゃなくて昇級ですしね、はい、長い目で見て。ワクツさんは2600以上でウクとなると、うん、リーチピンフじゃダメだから、ここはじゃあカンパンマン払ってね、ドラ使い切る方向でいきますか。ドラで飛天メンツ、また赤さまりを見たいところです。一通が見えるダンプ、うーん、なんかひとついさんがツモが生き生きとしてきた気がします。はい、マイナス 56.4 を背負っている。ピンフドラ1まで来た、ワクツがいいシャンテン、ね、ピンツモドラ1はトップ、ラスからトップまで来たしね。嬉しい、絶対リーチ入れ、どう、
うわ難しい。キューピン握れ。うわすごい。何これ選べない。しかも早い選択が。うわ。え、キューピン逃げ前切れだからってこれ選べます？いやいや選べないです。勝俣さんはどれですか？イーマンですか？イーマン切るか、はい、イーマン切るか3万ウーマン切るかはちょっともうちょっと考えさせてください、うん、まあでもイーマンですね、これはイーマン、はい、やっぱウーソー引きがダマテンで3級っていうのが魅力的だし、はい、いや正解選べるか、こんな大事な選択をね、しかもこんな難しい選択を本当ですよ。3秒も経たないぐらいで切ってました。さあ一つが仕掛けを入れてイーシャンテン、かなり手広い。いやでも和久津さんの選択どうなるのか、うん、そこも見ものです。先にテンパイ、スチーピン、はい、これはパーソーですね。ドラゴンソーなんでタイヤをドラ1、スチーピンはいいんじゃないですか。手の内で1、2、3枚使われ4山です。4山十分積も上がりもある、はい、うわまた今回はスチーピン、なるほど、パーピンをポンしているので、はい、チーピン使いづらいだろうっていうところがありますね、はい、ローピン入ってたんですね、和久津さん。あでもそれ泥短期ですよ。あ確かに、そっか3万うまい切れたら別ですけど、はい、あ打ってもおかしくない。うーん、チーピンは放獣杯です。スーピンも同じく耐えてる。耐えた。いやでもこれチーピン止めるのも偉いですね、はい、そうか3900だった時には沈みまでいっちゃうんで、これは勘したいですね。一回でも手番欲しいんで、パピの勘です。シンドラは増えません。カップ、うわ手広くなった、うんうん、チーマンとかも増えた。いいシャンテン、いいシャンテン。でも9万か一旦、あでも2000点はセーフ。あ上がりましたね。チーピンの宝珠です。一対の上がりです。タイヤをドラ1、2000点の宝珠です。いや和久津さん276で一人沈み、はい、はい、つらい。さあこれは4回戦終了。トップから一つ僅差です。2着にダンプ、3着大谷、なんと一人沈み、和久津の4着でした。続きましては最終5回戦です。